世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。シックスライTVのお時間がやってまいりました。イエーイ。今回はちょっと僕がね、こうよくわかんないカードゲーム集めるの実は趣味でして、なるほど、その中でちょっと買ってみんなでやったら面白そうかなと思ったのを今日持ってきたので、これをやってみたいと思います。タイトルは、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧げようという。やばいね、いいね、うん、はい。でルール説明していくと、うい、まあ、カードがこういっぱいあるんですね。まあ、いろんな言葉が書いてあります。太陽とかにそっと触れてごらんとか、あーくせー手を取り合ってとか、くせーがいろいろありますと、はい、これは山札として真ん中に置いておきます。あとはこの基本の言葉カード、はい、もう何にでもどんなプロポーズの言葉にも使いやすい。君よとか、うん、僕はとか、愛してるとか、はいはい、大切にするよとか、まあ、カードが、これはみんなもらえます。なるほど、基本セットとして、はい、でそれプラスみんなここから何枚かずつカードを引いて、で制限時間内にいい感じのプロポーズの言葉をここで作る。はいはい。じゃあこの中にクセモノがあるってこと。この中にクセモノがある。なるほどね。でまあここで作ったプロポーズの言葉を誰か一人が親をやって、あのその親が一番いいと思ったプロポーズの言葉にこの指輪、ね、小学生のおもちゃっぽい感じの指輪をあげます。はい、野郎たちでやるゲームなっぽい野郎たちだからこそね、あ、なるほど、面白いかなと思いました。なるほど。で、たくさん指輪を集めた人の勝利、うん、あ、勝利、はい、全部中間勝利。3、4、5、6枚取って A 級にお嫁、お嫁になったとしても犬、え、これ全部使わないといけないわけじゃないし、全部使わなくてもいい、うん、未来、心から。だからもう本当にしょうがないときはもう僕は君を愛してるとか基本だけで作っても最後に、ああ、今日響かないってやつでしょ。そうそうそう、なるほどな。それは面白いよね。僕は犬になったとしても永久に君を心から愛してる。まあこれクソまずいやつ。なるほど、面白そう、人間性ってさ。そうそうそう、あー、なるほど、理解した、はい、これ言われたくない、うん、なんか服従、俺これ言われたい、言われたくないな俺これ言われたい。一回俺じゃ最初親やって、はいはい、みんなにカードを配っていきたいと思います。もう流星これ僕を愛してるで終えることできるし。これ流星得意なゲームじゃん。制限時間何秒にしようかな。あのね、本来のルールは10秒なんですけど、おお、相当きつい10秒。一回10秒でやってみようか。15秒にしよう。15秒。あ、15秒。気持ちの5秒。ちょっと山田こんな感じしようか。とりあえず。じゃあ皆さん、まず裏向きで6枚ずつカード取ってもらって。はい。もう見ていい。あ、一斉のでね。あ、OK、OK、OK。で、15。あ、そういうことね。あ、なるほどね。一斉ので見て、そこから15。パパパって作るわけね。うん、え、きつくないそれ。そう、結構きつい。じゃあ、いきまーす。せーの。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。やばい。終わり。あ、やばい。じゃあ一人ずつ発表してもらいましょうか。流星から。じゃあ分かる。はい。俺これ自信あるわ。めっちゃ。カメラ目線。え、それやりたくね。え、やってる。カメラ目線。笑いながら僕をこう言わしてくれ。ロマンティック愛してる。え、今最後の今よけた。君は大丈夫、きっと大丈夫。曲のタイトルみたいだよ。ロマンティック愛してる。まあ、やっぱロマンティック愛してるっていうのがやっぱりその造語。なんかオリジナリティみたいな部分で、そのなんか普通の愛してるよりはロマンティック愛してる。笑いながら僕を声を寄せてくれ。ロマンティック愛してる。君はちょっと大丈夫。はい、終わりました。はいはい、じゃあ改めます。はい、いきます。僕はどんなに辛くてもおばあちゃんなんかより君を歩きながら味噌汁。意味わかんない。15秒で足りないよ、マジで。いや、それさ、なんとか、ケツはなんとかなったし。だって、大切にしてるとか、残ってるじゃん。愛してる
か。見てなかったね。名刺を持ってる。君は僕をしか見てなかった。あれね、体現止めってやつね。体現止めだね。まあ造語で言うと俺も歩きながら味噌汁は、まあ、新しいんじゃないかなと。ああ、現実逃避。わけわかんない。もう言ってることがわけわかんないな。俺作っててわけわかんない。じゃあ、レイジ先生、ね、俺ちょっと刺さるじゃん、刺さる。いきます。僕は超ダメですか。一生一緒だよ。地獄愛してる。なんか重いわ。クソメンヘラ。メンヘラ男子じゃん、これは。え、地獄愛してるってのは、地獄っていうのはなんかその地獄必死、地獄そう、鬼愛してるみたいな。鬼愛してる、地獄愛してる。あ、地獄愛してるってなんか若者言いそうだな。僕は超ダメですから一生一緒で地獄愛してる。重い、重いね、これやばいね、それ激重だね。なるほどね、はい、誰かに指をあげなきゃいけないから、まあ自分が言われてこれもさ、どう、なんか全部、いやけど味噌汁はないな。言葉として、味噌汁はそう、マジもよくわかるしないとしてない。あ、もうこれ個人的なあれと、うん、まあその幅広く見て、あ、文章的な、これはでもね、うん、ちょっとね、俺はロマンティック愛してるって言ってくる人とは結婚したくないから。確かに、はい、レイジ先生。イエーイ。やばいな。はい、ロマンティック。じゃあ一回これ。なるほどな。はい、じゃあ次勝った人を上、あるよ、まあ、あ、いいね、うん、最後までできなかった人出るまで。で、15秒です。はい、ゆっくり重ねて、ゆっくり、いくよ。1、お、あら、ほよし。よし。1、2、3、チッコッコッキッパッチ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 ッ13、14、15。じゃあ俺が聞くわ。今回ね、あのシンプルに5枚使いました。はい、言います。君は感じるんだ、幸せな濡れたフォーリンラブ。いや、もうこれやだね。気持ち悪いですか。気持ち悪いね。濡れたフォーリンラブってやばいな。よく考えると意味わかんない。ちょっとなんかいいけど、なんかなんだろう、文学感じるね、文学は。コンセプトはしっかり。文学は感じる。一周回って文学感じます。じゃあ、レイジ聞きますか。はい。真っ白のキャンバスの雫。僕は死ぬまで君を大切にするよ。うわ。うわ、なんか。出たよ。言いそう。つかもうなんか言いそうじゃん。歌詞やん。真っ白のキャンバスの雫いいよ。3回くらい行ったことあるし。なんでそんな綺麗な言葉が出てくるの。それは多分ね、引いちゃったよ。味噌汁を捨てたからと思う。味噌汁出てたの。濡れたフォーリンラブの後に来る感じじゃないよね、それも。やばい。個性あるね、個性あるよ。じゃあ僕いいですか。じゃあよろしく。君をのことを思うと、そんな世界、君はベイビー。いや、情報がない。いや、あの、なんか噛んだ時点でちょっと分かんない。違う、そうなってる。あ、そうなの。君用のことを思うときな。髪も入れた。ちょっと不器用な、はい、もう不器用さを出してる。なんかそうそうそう、キュンとくる感じね。いや、今回ほど分かりやすい戦いないっしょ。ないっしょ、これだって。やばいな、これは。マジか。もう勝者言っていい？はい、はい、はい。で、これはレイだね。さすがに、さすがに。はい、ありがとうございます。これはね、いや、さすがにレイです。15秒結構きついな。だから勝つ気ないじゃん、だってこれ。どうしますか。あ、これじゃあ最後あれですね、あの今指輪もらってないのがデューセットアラカなんで、その2人で頂上決戦、頂上決戦して、僕とレイジで、まあ、投票して、じゃあこれ、サドンデスで。じゃあこれ負けたら、負けたらカメラに向かったやつを自分のツイッターのアカウントからあげる。いや、ちょっと待って、それだったらやばいな。結構、ああ、まあ、この動画の後に。まあでも、流星そんなね、違和感ない。まあ、流星はキャラで。流星は違和感ない。ちょっと本気に嫌だから、あ、ちょっとさっき倒しに行きたいわ、俺。でも、なんかあれだね、これかかってくると、ちょっと受け狙いづらくなる。これ、どっちが15秒カウントするか。あ、じゃあ、最後10秒でいいんじゃない？ 10 秒でいいの？そうですよ。あ、いいな、そうですよ。10秒でいいから。じゃあ、レイ、風。はい、じゃあ、行きます。
よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。待って、ちょっとさ、このさ、通常カードの数のなんかお気に入ってるみたいな。すごい。あ、じゃあちょっと発表してもらいましょう。じゃあ、流星から。え、じゃあ苦しい時、僕は君を愛してる。なんかどうなん、ちょっとちょっと時間なかったかな。え、通常カード何があったの。でしかない、ないと見てみたい、話さない、希望。結構あるじゃない、なんかね、僕、ね、あーもっといけたな、本気に。まあこのあんま面白くないところを加味した上でちょっと、ちょっと攻めよう。じゃあいきます。強がりな太陽、僕を手料理なしでは考えられない。あー、なんか準備より下手くやったな。ちょっと待って、ちょっと待って、文章がやったかな、最後な。そうこれ僕をか、僕はだったかな。よくわかんない。いやー、これ単純に言われて嬉しい方って考えたらわかんなくなってきますよ。まあけど流星のやつも普通にね、流星苦しい時僕は君を愛して。じゃあ決まった。嬉しい。まあそうだね。一星ので、指さすしかなくない。指さしかないか。そうだ。じゃあいきます。一星の、え、流星、流星の勝利。まあそうなっちゃうよ、マジか。いやけど流星勝ったけど負けだよね。戦いに勝ったけど負けだよね。あんたもなんか勝ちに行った感はあんまない。これはね、そうなのよ。いやけど本気でやってたよ、見せたけど。超めっちゃ本気でやってた。中途半端になっちゃった俺。強がりな太陽はマジここはセットでうまくいったと思ったんだけど、うん、その後の文脈を考えるのが間に合わない。じゃああなた、この強がりな太陽、僕を手料理にしては考えられないよ。これさ、プロポーズっていうかさ、本当は頭おかしいしてもシンプルだから。わけわかんないやつだよな、これ。罰ゲームで僕はこれ、ツイッターにあります。はい、今回は、レイ企画のこういったゲームをやりましたけど、非常に楽しい、楽しいです。みんなもぜひやってみてください。以上、ありがとうございました。アラジオで洗顔して米がスープになるまで噛み砕く成長期のおばあさん、成長期のおばあさん。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。